街の明かりは闇の中をまるで海の底の宮の景色のように灯り、子供らの歌う声や口笛、キレキレの叫び声もかすかに聞こえてくるのでした。風が遠くで鳴り、丘の草も静かにそよぎ、彼の汗で濡れたシャツも冷たく冷やされました。ちっぽけだよ、こんな町。私がこの町を案内するんですか？別に一人でも回れるよ。さて、どうしたものか。